生徒諸君。教師編は、聖治陽子の学園漫画作品。2003年から2011年まで、講談社のヤングレディース氏、b e ラブで連載された。生徒諸君。の続編にして、生徒諸君。最終章、旅立ちの前編にあたる。2007年6月に小説版が発売されたほか、2007年にこの作品を原案としたテレビドラマが放送された。 学生編から3年後、晴れで中学校教師となったナッキーこと、北白久子は母校である清見大論中学校で楽しく幸せな教員生活を送っていた。しかしある日、恩師でもある金田教頭から友人が教頭を務める中学で2年生の担任が1学期いっぱいで辞め、代わりを探していると打診される。 クラス担任になれると聞いたナッキーは大喜びで、その中学、横浜市立みその中学校へ赴任する。しかし、彼女が受け持つことになった2年3組は、教師や大人を信じられなくなった生徒たちの集団だった。謎の組織、3TD に引きられた2年3組によって、苦しめられるナッキーであったが、彼女の諦めようとしない根性と熱意を見た生徒たちの一部は、 次第に自分たちの本心をナッキーに打ち明けていくようになる。その一方、3TD のリーダーである木村ジュリアは 3TD そのものの権威が崩れ始めていくのを恐れ、次第に強硬的な手段を用いてナッキーのご縁中からの排除を画策し始める。また、祖父の影響下で彼の不満に染まって育ったナッキー自身は両親に捨てられたという思い込みが、 心に根を張っており、母親に等しい祖母が倒れたことで、母のみちに思わず不満をぶつける。本作の舞台となるみその中学校は、横浜市に存在する、公立中学校。ナッキーが受け持つことになる2年3組は、1年時にクラスで出かけたハイキングで遭難し、当時の担任に置き去りにされた過去を引きずっている。このクラスは、みその中の教師たち、そして、 味噌の中全体の生徒たちを陰で震え上がらせている、謎の3人組、3TD が率いている。2年3組、教室前に設置された目安箱に、依頼内容を書いて入れれば解決してくれるとして2年3組、生徒はもちろん他クラスからの依頼が、舞い込むこともしばしばだが、その実態は2年3組そのものの牛耳を取る暴君で、あり、手段は卑劣そのもの。 目安箱に書かれているターゲットは全員が問答無用で応暴的な制裁を受けており無実の人間まで犠牲にしている。さらには自分たちに範囲を持つ者は同じ生徒であろうとも容赦はしない。3td の3はメンバーの人数 t はティーチャーではなくツリーの字が含まれている最後の d はディスポーザーを意味する。当初構成員は不明であったが ナッキーによって見破られる。この中学校は3年間クラス会がないため、後にそのまま3年3組となる。学生編にも登場する人物については、生徒諸君。主な登場人物の項も、参照のこと。3TD その他の生徒3年2組保護者及び関係者コミックスは、全25巻。発売元は、講段社。2004年4月発売。 ISBN978 から40億6319万13322004年4月発売。ISBN978 から40億6319万13492004年7月発売。ISBN978 から40億6319万13872004年11月発売。ドラマでも取り上げられた。 教室立てこもりの名シーンが出てくる。ISBN978 から40億6319万14792005年2月発売。ISBN978 から40億6319万15612005年6月発売。ジュリア編完結。 ISBN 978から40億6319万16532005年11月発売 ISBN 978から40億6319万17692006年3月発売 ISBN 978から40億6319万18512006年6月発売 ISBN 978から40億6319万19292006年10月発売。ISBN 978から40億6319万20252007年3月発売。3年生に新旧。ISBN 978から40億6319万2 1 0 0 2二千7年5月発売。 ISBN978 から40億6319万21312007年10月発売。ISBN978 から40億6319万22472008年3月発売。ISBN978 から40億6319万2 3 2 2 2二0 0 8年7月発売。 ISBN 978から40億6319万24212008年11月発売。ISBN 978から40億6319万24832009年2月発売。ISBN 978から40億6319万25682009年6月発売。 ISBN 978から40億6319万2 6 5五2 0 0 9年10月発売 ISBN 978から40億6319万27282010年3月発売 ISBN 978から40億6319万28032010年7月発売 ISBN 978から40億6319万28892010年10月発売 ISBN 978から40億6319万29642011年1月発売 ISBN 978から40億6380万30372011年4月発売 ISBN 978から40億6380万 3, 3 1 2 9に0 1 1年8月発売。ISBN 978から40億6380万3211同時収録に b e ラブ三十3 0周年に書き下ろされたマリア・テレジア2007年6月講談社より発売。 ISBN 七十八から四十億百六十四万百五十五生徒諸君。との番組タイトルで2007年4月20日から6月22日まで ABC テレビ朝日の共同制作によりテレビ朝日系列で毎週金曜日21時21時54分に連続テレビドラマ作品として放送された。主演は内山里奈。 残酷な今を生きる君たちへがキャッチフレーズ。第4話までは、ドラマや番組 HP などで、原作、正治洋子と表記していたが、第5話から、原案、正治洋子の表記となった。原作コミックス第6巻までのいわゆる、ジュリア編を元にしている。テレビドラマ版では、学生編を読んでいなくても話が通じるよう、原作と設定が大幅に異なる人物も多い。 ミソの中学校職員学校教育の熱が冷め、保身に走る教師たちが多かった。しかし、ヒサコの影響を受け、再び教育にやる気を持ち始める。3TD 誰も来ない学校の屋上か、チャットで連絡を取り合っている。チャットゲームは、三重シにあやかり、ジュリアがアトス、公平がアラミス、カオルがポルトス。2年3組生徒1年前、山の事故で、 当時の担任に置き去りにされたことで、心が傷つき、大人を信じなくなったクラス。困ったことはサ 3TD に依頼し、解決していたが、徐々に彼らの言いなりになっている状態になっていった。当初はヒサコにも心を開こうとしなかったが、自分たちのために奔走するヒサコに心を動かされ、山の事故の傷を乗り越える。その他視聴率こそこの枠ではレガッタ、出がった。 君といた永遠以来の一度も10%を超えることなく全話一桁台だったもののこの作品以降大きく知名度を上げた俳優もおり太陽と海の教室や続く7月クールにフジテレビ系列で放送された堀北真希主演のドラマ花盛りの君たちへイケメンパラダイスに出演した岡田正樹はこの作品が連続ドラマ初出演81ダイバーや 赤井と主演の溝端淳平はこの作品が俳優デビュー作ともなった。中学校を舞台にした作品ではあったが、ほとんどの生徒役は高校生とほぼ同じ年齢である。北白久子役の内山里奈と青木康平役の本郷奏たは、本作の前に TBS 系列で放送された、嫌われ、松子の一生でも中学校教師役と生徒役で共演している。 堀北真希と岡田正貴、溝端淳平、白田優は、花盛りの君たちへイケメンパラダイスでも、ニクール連続で、再共演している。また南沢なお、溝端淳平、岡本玲、若葉達也は、赤い糸で再共演している。堀北真希と黒木明沙は、同年齢、同じ事務所所属で、普段も仲がいい友人同士。このドラマでは、同年齢にもかかわらず、 堀北が生徒役、黒木が教師役という設定となっている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。生徒諸君に関するカテゴリありがとうございます。